恐皮症は全身の皮膚が硬くなるほか内臓にも病変を発症する原因不明の慢性疾患である。古典的合大抗原病の一つ。恐皮症は以下の通りに分類される。一般的には全身性恐皮症のことを指す。30から60代に多く男女比は1、9で女性に多い。最も頻度が高いのは アメリカ・オクラホマ州の直等族インディアンで、罹患率が10万人中469人である。シ子末症から中枢へかけて進展していく、皮膚効果が特徴的症状である。主に以下が認められる。肺、はい、腎臓障害が多く認められ、その他逆流性食道炎等も見られる。上気の霊能現象、爪上皮出血点も含め、胸皮症は全身に及ぶ。 血管炎と認識するとその症状は理解しやすい。肺や腎臓は毛細血管網からなる臓器であるため障害を受けやすい。肝臓は類動構造からなるため毛細血管網を持たない。皮膚効果が種子等に限局しない臓器障害を生じにくい。自己抗体としては抗セントロメア抗体陽性であり、クレスト症候群とも言われる。肺高血圧症の合併は、 こういう 1RNP 抗体陽性例に多く、予後不良である。内臓器障害を生じ、特にコートポイソメラーゼ I 抗体陽性例では、肺栓異症を合併し重症化する場合が多い。また、コア RNA ポリメラーゼ3抗体陽性例では、急激な腎機能障害を呈することが多い。自然経過である、程度症状が改善するという特徴を持った疾患であるため、 疾患の経過を改善させるという明確な根拠のある薬剤は存在せず、ディーペニシラミンやシクロスポリンが投与されるが、これも有効であることは示されていない。ジンクリーゼの予防としての ACE 阻害薬や対象療法として、皮膚への保湿剤、霊能へのプロスタグラン人生剤やカルシウム気候薬、胸焼けに対するプロトンポンプ阻害薬、 肺高血圧に対するエポプロステノールや防戦端が用いられる。http://www.nejm.org コロンススララッッシシュスラッシュドイスラッシュフルスラッシュ10.1056スラッシュ nejmicm1610737 ありがとうございます。